スクワットショーデイ、味方を喜ばせようキャンペーンやっていきたいと思います。今回ヒーダンちゃんと一緒にねスクワットして2人の味方の方、そして我々喜ばせようキャンペーンという形になってますんでね、よろしくお願いします。最高スクワットですから、もう絶対に決勝進出するってことは大事ね。スクワット賞はまあトップ2名しか上がられへんから2チームのみなんですよ、決勝進出許されるのが。だからほんまに決勝進出っていうことがどれだけありがたいことかというか、レアというかね、そういう感じになってますんで、とにかく決勝進出を目標に道中を頑張っていくっていうのがやっぱねスクワット賞なのかなと思いますね。決勝に関してはもうね、いつも通りのそのパンチ力でボカーンってやったらいいから。ほい、ジャンプメンバーから、さあチーちゃん来てくれてる、チーちゃん来てくれてる。さあこれじゃヒットバレーで怖いから大きく逃げていくわ。味方の方手応えどうか、ソフトクリームさんですかね。ソフトクリームさん、ワンツースリーフォーフォーフォー、ヒーダンちゃんとのダブルパンチングメンバーから、素晴らしい連携ですよね。我々行こうぜ。さあまずは1回戦トップ7名、7名おーほほー超えたか。ドアダッシュ行きましょうか。偽のドアを見分けながらゴールまでたどり着けですね。さあ味方の方が似たような名前の方ではあるよね。チーム組んでんのかな、これ。ソフトクリームさんと悪魔の方でスキンは全然違うんですけど、似たような名前っていうところで全部漢字ですから、もしかしたら一緒にやってる可能性もあるね。ほい、さあドアダッシュスキンですからね、このドアダッシュで負けるわけにいかない。ヒーダンちゃん先手しよう、行こう。ソフトクリームさんナイス、力を貸してくれ。さあウィルビーオープンか、いや全然開かへんやん。ほい、さあオープンしていって5、6番手の一戦、ノットオープン、ノットオープン、マジで。お、やっと開いた。さあヒーダンちゃんナイス合流、これ開くかな、2分の1どうか、ノット、ノットオープン。うわーマジか、ただソフトクリームさんと、おっと、いったいったいった、よし、味方のマークが3つ前に出てる、これすごい。あとは飲まれなければ大丈夫やね、特に最後も直線走るだけやから。我々上位入選してるんで、パンチングメンバーナイスオーブラストランティストップ3名ですね。さあ逃げよう。さああんま固まったらあかんからね、もう経験上味方同士でね爆発したら一番怖いから。でも離れてていい感じやな。さあワニーさんが申し込んでいくが、味方の方々がすごいな、配置についてるわ。ほら完全にこの階段の下に潜り込もうとしてるのとええ感じやで。ただそこちょっとねブラストボール食らいそうで怖いけど、大丈夫なんかな、背中から食らったら危なそうやけど。この方もさボール食らったらヤバそうやで。そりゃそうやんな、そうだから俺思ってたんよ、そこブラストボール来たら終わりやでと思ってた。ただまあ幸いまだ2位コールなんで大丈夫よ。さあ1人落としていく、ケロッピーどうか。さらにボーリングメンバーをキャッチし、ボーリングアタック、背後からドーン。で何これ、ビクトンもせや、ビクトンもしたわ今のビクトンもせえへんのやばいもんな、遅れてビクトンもしましたね。2位、よし2位タイヤですね、ほい首位2位言うべきですかね。さあケロッピーの方、パンディングのメンバー、ビクトンもせえへんなこの方、すげえ守りが硬い。パンディングメンバー、雪玉スバイバル来ましたね、氷壊さないでね、ピンポンピンポーン。さあトップ2名ですね、どうメンバーは12人おるか、ちゃんとちゃんと12人いるんでしょうか。発表ちゃんとおるな、ってことは最初の落ちた人が終わりやな。最初の落ちた人のチームがもう超あの連帯責任で、もう全員エンターテインメントに引きずり込まれるから気をつけた方がいい。ほんま誰かがピョコって落ちるだけでもそれで終わりやからね、ボール1個やで、しかもボール1個やからなおさら絶対落ちたらあかん。誰か油断してるそうなやつおったらね、そいつを突き落としたいねんけどな、隙見ていきたいな。お、チャンス、いやチャンスではないのか、その辺なんか油断してそうやったら落としたら思うねんけどな。お、誰か落ちた、ナイスナイスって書いて味方落ちないで、そこボール行ってんで、気づいてくれよ、耐えろ、ナイスナイスナイス、よしよし、ちょっとの時間伸ばしてくれ、2人いっぺんに落ちたら負けまであるからな、危ないぞ。ソフトクリームさん耐えて、もうギリギリ耐えたな、ナイス、よかった。わずかな点差ですよね、ほんま2位と3位が3点差やからね、わずかな時間差により決勝進出が決まりそうです。決まりましたね、決勝戦クラウンマウンテンの決着のようですね。さあ4対4クラウンマウンテン、ダッシュ版ありね、これ俺も右のダッシュ版から突っ走ろうかな。スタート、ジャンプメンバーからダッシュ版、カタ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 で、ボールがどうか、いつものパターンかな、あ危ない、これこっちこっちから行くか、こっちから行っといて、でこのまま端から行くパターンやね、端、あ超端っこから行くか、味方の方、よしじゃあ分散しようか、あーそうなるよね、やっぱ分散しといてよかったね、端っこから行くとやっぱ避けにくいってのもあるから、ね、コースが狭すぎて避けるコースがなくなっちゃうの、はいよ、いて一旦待ってから
後続の連絡特にないか。ちいちゃんか、ちいちゃんやな。ナイス。ヒータちゃん来た、ヒータちゃん来た。来てくれ、俺こっちの取締役やっとく。よいしょ、どこ向かっていくねん。ナイス、ヒータちゃん取ってるわ。絵面が面白すぎる。ナイス。あ、やっぱチームでやってたんや。おっしゃドレミ、トラックアタックですね。行きましょうか。味方の方、左側の白い方とハンマー背負ってるさんですね。よろしくお願いします。最高。トップ7名ですね。7名。スタート。カタルクール状態からというのはいつものパターン。トラックアタックになっております。ヘッドで転ばないように注意しつつ。どうか。ジャンピングメンバーから。王冠の方が早いですね。王冠というか、あれなんていう。金魔女スカーというか。はいよ。金魔女スカールと王冠ひっくり返すようなもんやから王冠と間違うよね。さあ最後直線、やっほー、ホールインです。さあ味方の手応え見ていきましょう。おーっとノスタルジー2番手つけている。ハンマーショックルさんどうか。最後直線に向かっています。もう一方も最後直線に向かっているということでカエルポーチの方ですよね。頑張ろうな。リングスピナートップ4名ですね。今6チームいますので2チーム落ちます。さあ行きましょうか。パンチングメンバーからダブルリング、ダブルリングか。これ割れるぞ。味方の方もろともでしょうね。これはですよね。味方の方もろとも。おい、あーもう一人いかれたな。お二方ちょっと初心者の方っぽいところあるんで、俺たちが頑張ろう。ちーちゃんと俺が頑張って得点加算していこう。 OK 了解。捕まれたと連絡入ったんで、ここから俺が単独でなんとか4位まで上げていくわ。4位のチームがね、あの6点差でなんとかなってるから、そのチームなんとか落とせばチャンスあるから。あ、これインから前出るのまずい。前出るわ。あ、その魔女捕まる。了解。魔女ね。はいよ。魔女気をつけよう、魔女気をつけよう。はいよ。さあ着の掲示板6点差のみやな。まだでも結構人減ってきたから、もしかしたら掲示板上がるかもよ。いや、あれが止まらなあかんな。4位が止まらないとチャンスがない。どうだ、止まれー。止まってなさそう。下から下から下から行こう。ジャンプジャンプ。まだ諦めんな、諦めない。インから上がっていきたい。下下で行きます。来た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 。もう一度追い返していくのイメージ。4位上がっていく。どうだ。で5位が止まってるかどうか。5位止まってんじゃん。さすがに116点。止まってる止まってる。ってことはもう我々のみなのか。逆にこのクッキングマンと我々のみか。ただこれの懸念点はあれやんな、味方が切断してる可能性があるっていう。諦めて俺が粘り込んでいけたけど、それを見てくれたらどうかはまだ分からへんからね。感染いっぱいついてるけど、これは他のチームが俺を見てるだけやから。そしてあの雪だるまの方道連れにするわ。道連れ狙います。あーくそ、無駄に粘りよって。待てー、12名感染ついてるからね。安心してくれ、俺がやつを取り締まる。よし行ってきます。よっほージェリービーンズヒルゾーンで決勝進出の切符のようですね。スタート。これお二方初心者の方やから厳しいからな。80点やで、やばいで。80はほい。まず外回しで取り、まあ、コマコマ取っとくのが大事な。焦らずな。で大宝狙おう。あ、大宝ちょっと遅れた、急ごう。あーやばい、ごめん。このやらかし結構痛いのな、大宝取れないっていうのが。せーの、オッケー。まあ31点やから割となんか好調ではあるね。ええ感じではある。でここも取りながら、よし40点割と早い。で次の方だからもう一回行きたいな。上上がろうか、上上がるべきやない。上に1回上がって、おっしゃ、ナイスナイスナイス、いいよ。あ、大宝でも誰か行くな。ただまあ大宝取られたとしても、あ、やべえ、あと1チームしか上がられへん。やべえ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 、やめてほしい。急に締め切られるパターンやもんな、これ。コマコマ集めるしかない。ふっ、見たかと下の、ま、上がっ、出た。うわー惜しい、あと4点ドンマイです。スピードスライダー行きましょうか。スタート。さあ味方の方、この悪魔の方とピンクの方ですかね。よろしくお願いします。さあ滑り込んでいく。勢いよく飛び出していきましたね、ドバダシ君です。はいよ、まあ、先ほどのジェリーメントヒルゾン惜しかったですよね。おー、だから俺が1個も取れなかったっていうのはあるしな。まあまあよく頑張ったんじゃないですかね。ロングスピナーもなかなか粘り込んだし、ね、まあ、そういう感じです。クワットはね、決勝進出がなかなかできひんからな、しゃあないな。みんなの力がやっぱ必要になってくる終盤は。はいよ、滑り込んで
気持ちよく5人です。サミカドの方に行きましょうか。佐久間の方、ここですね。ピー団長は最後直線向いている。で、もう一方も直線向いているということで、まあみんな直線向きつつって感じやな。ええ感じなんじゃないですかね。ゲートクラッシュトップ5へ行きましょうか。スタートー、最後ピー団長と一緒に高得点狙います。お二方ね、おそらくさっきのスピードスライド見た感じ、初心者の方と初心者の方だと思うんで、我々頑張ろう。まあ、さっきと同じような感じやね。ジャンピングメンバー待ってからゴー、行きましょう。ワンツーフィニッシュを狙います。真ん中からパンチメンバーから、これはど真ん中いけるか。やっほー、滑り込んでいく、早めジャンプ、ナイスイランちゃん、ゴールインです。素晴らしいワンツー。カウントフルーツですね。フルーツを数える、偉そうに言うな。画面にフルーツの数が表示されたら、それと同じ手に乗って勝ち残れ。さあトップ3名ですね。味方の数ルール分かってくれ、頼む。カウントフルーツも難しいもんな。あ、どっか行っちゃう、あの人上登んねんで、やばい。ルールはみんなの方に、あかん、登り方すら分からへんねんて。登ってきて、ナイス、よう登ってきたな。よし、チョコボとブドウですよね。さあただこっからが分からへんぞ。発表です。チョコボか、さあこれはチョコボか、チョコボ行きましょうか。みんなチョコボ、あの味方落ちないで、危ない、俺が守ろう。味方護衛、オッケー、ナイス、よっしゃ、一旦耐えた、ナイス、よかった。で、ブドウが4、赤が3、緑かな、緑1かな。やばい、味方方こっちやで、こっちやで、こっちやで。オッケー、ブドウ赤緑やね。ブドウ赤緑、さあ危ないぞ、まだ誰も落ちないからね。このまま味方護衛したい、この方守るわ俺。さあブドウ赤緑、ブドウ赤緑、ブドウ赤緑、発表です。ドーン、赤赤赤、こっち来て味方。よし、分かってくれてる。あれ、なんでルール分かるの、あなた。さあ、もろとも3位イコール、あ、ナイス、ヒーランじゃん、それ。あ、惜しいイコールやから、これやばいな。どっちが最後先落ちるかやん、こんなん。ブドウ、どう、チョコか、どっちが多い、どれこれ、あ、ブドウの方が多いな。ブドウチョコ緑やな。味方の方守ろう、ブドウチョコ緑。さあ最後落ちられない、絶対落ちられないぞ。ブドウチョコ緑、ブドウチョコ緑、ザッコン、チョコだ、そこに居座れ。味方の方掴んで居座った、あ、オッケーオッケー、もうこれでいいよ。よし、4チーム上がったわ、これでいい。制空マップですね。ボタンを押さられるマップスクリーン、ヒントに見えない道を見つけてしまいましょう。さあ行きましょう。トップ3名かってことは1チームしか落ちひんねん。これでトップ2名やと思ってるけど、1チームしか落ちませんが、ただ我々は落ちる候補にあるから気をつけないと。さあこれが立てといてのボタンを押すことにより、右斜め行きます、斜めで立て、ただこれちょっと危ないですからね、落ちる候補に光ってないから怖いな。どうや、横行けるか、横行っといて、これで初めてチェックポイントのマークもらって、でソフトクリームさんがなかなか解析しようとしているので、あ、縦一直線や、急ごう、あ、ここ1位取っとこう、アドバンテージを提示、リーダーじゃないっす、でかい。さあどうだ、さあ味方の方や、そうやんな、このお二方はね初心者の方やと思うんで。お、でも生中切り、なんとか耐えていく、なんとか耐えていく。雪玉サバイバル来ましたね。氷壊さないでね。ピンポンピンポーン。さあ4対4対4ですね。これほんま初手落ちてて負けやな。頼むわ、行ってくれよ、落ちないようにね。最初誰かつまみ落とすわ、つまみ落とすわ、無理ない程度に。さあ雪玉2つ、味方の方初手落ちだけは勘弁お願いします。願うしかないね、これはもう自分に集中しなくんから、人のことばっか心配してられへんからね。俺が落ちたらほんまあかんから、しっかりかわしていって、怖いな、かわす、ほんでもう腰切ったんか、危な、ナイス耐え、あ、やばい、回収やん、味方に立てないと、まずい、早く落とさないと、なんとか落としたけど、ちょっと差が出たな、もうちょい早く落とす気やったかも。ふっ、落ちる、 OK、 ずらす、あー味方落ちた、やばい、やべ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 、2イコール、危ね、あとどこや、誰か落とせばチャンス、落ちろ、俺が落ちちゃうじゃねえか。大相撲大会、いやーダメか、いやー引き分けか、引き分けやな。おー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 、
ペンギンプールパーティーですね。ペンギンしがみついてね。ピンポンピンポーン。さあ味方一人あれやな、切断したな。あでもこれやったらチャンスあるもんね、3人でも。ペンギン4つしかないからさ、独占すれば全然チャンスある。俺絡みつくわ。これドフリーさせん、ドフリーさせん。おドフリーはさせないよ。ピヨーン。ピーナちゃんが得点取ってくれてるから、そのうちに俺ここ1対1でかい。私1対1やと俺結構部があるぞ。ほい、ドリブルドリブル、よしよしよし、ドリブルでかわしていって、いいよ24点26点、よし、ピーナちゃんも取ってくれてたやな、この感じ。一旦離されたが取りよ、キャッチングしたい、キャッチング。いい感じで頼むわ、そのまま。俺ちょっとペンギン逃げられてる。取った、ナイスナイス、2点ずつ、ナイスナイスナイス、いける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 、来た来た来た、決勝進出や。決勝戦上がってきましたね。ほんまにこれ努力の決勝やな。もうここまでマジでもう紙一重で上がってきてますからね、絶対勝ちたい。スタートありがとう味方、よう頑張った、切断したかった。君は置いてかったら雪玉サバイバルで落ちて切断やったけどね、よう頑張ったぞ、ほんまに。あとは勝つだけや、勝とうぜ。相手が4人、こっちが3人という盤面ですが、さあどういう割り方するかやな。もっと順当プラン、絶対勝とう。ここまで頑張ったの俺も絶対にもう報酬プレゼントしたい、味方に。よし頑張るぞ、順当プランで完全に割れてっていう形。次どこ割れるか、あ順当やな、完全順当で半分割れたな。ってなると全員掴みの対象や。ほい、ヤッフーヤッフーしてるからうまいんやろ、ね。まあ、ここまでの接戦を決勝上がってきてるから相手も強いでしょうね、そりゃ。ほい、さあこれで全部割れたと。あとはまあ掴み合戦やん。はい、まあ割と早め、早いパターンかなこれ。ちょっとピョコッとしてみるか、あれろ。うわー味方落ちたんかい、味方のみ大丈夫、誰かでも道連れにしたか。ナイスナイス、2対3、味方同士を掴ませるようにもううまいこと絡みついていきたいが、ソフトクリーミングメンバー、紫色メンバーを掴んでいく。落ちろ、おっしゃ、ロッキングオースト、惜しい、とどめ無理か、とどめ、よっしゃ転んでる転んでる、よっしゃやったー転んでるところにも容赦なく掴みかかるっていう、もう勝ちたかったですからね、ほんまにこの勝負っていうのは。ありがとうね今日の方、水団ちゃん素晴らしかった。7ラウンド、ぐるぐるファイルトップ6名いきましょうか。味方王冠の王様の方ですね、王様の方と魔女の方よろしくお願いします。行きましょう、トップ6名ね。ぐるぐるファイトは棒を使っていきますよ。これでパンチメンバー、これあんま俺ね勝負だと上手くないもんな。リーダーじゃ上手いな、離れられてるね、上手いこと、上手いこと離れられたら前にボーン出ていけねえけど、いつもあんま出られへんって。いいよ、さあこの位置からといったところ、味方の方はね、さっき1回戦のレース見た感じ2人ともあの初心者の方なんでね、我々がまたまた頑張ろうかなっていう感じやね。ジャンピングメンバーから右に寄せていって、ジャンピングメンバー、オッケー完璧。リーダーちゃんも決まってるから、これ我々がトップでゴールすれば上がれますんでね。その次から味方力貸してって感じだね。オッケー、ナイス。2-3フィニッシュですね。2-3フィニッシュ行きましょう。ゴールです。リングスピナートップ4名行きましょうか。さあ王様の方とマジの方頑張るぞ。ほい。あでもこれはね初手落ちありえるからね。カチャン言われてもおかしくないが、子供から耐えてそう、初手カチャンじゃないぞ、ナイス、いけるか、あカチャン入ったな、1名カチャンで2位という判定、ナイス。序盤でちょっとでも耐えてくれたらやっぱ3人おる時間ってでかいからさ、さパルクールで一旦こうやっていこうか。ほい、オッケー、全然オッケーじゃないけどね、全然あの味方の心配してあの自分落ちそうになるっていう一番頑張ったんやもん。でこれで味方2人エンターテインメントだから、まあ予定通りですよね、失礼ですが。ほい、さあどうか、でも大体わかるもんな、レースとかのさ動きとか見てたらさ、この方リングスピンは耐えれるかなっていうのはもうここに経験に基づいて分かってしまうもん。スーパーピコリン決めていく、でどんどん重なっていこうか、あと残りね俺含めて5名ぐらい、あ耐えてるな後ろ、まあ、この方はまあほっといても落ちるか、前の方落としに行こうか、生つまみ狙います、猫さんに標的をセット、確保に向かいます、待ちなさい待ちなさい、うわあ！雪玉サバイバルで決勝進出の切符のようですね。スタートー、さあ発射口どこや、
発射口どこ、ここか、目の前やったか、危ない。さあ他の人間早く落とそう。ボール1個やで、ボール1個やで、ボール1個やから、ほんまにあの油断したもん負けね、これもう超 連帯責任ね、の油断したもん負け。掴み落とされてもそれはもう責任重大やし、でボール見てないとこも責任重大やからね。さあどうだ、お初音ミクの方とか奥の方狙い行くかな。これマジ決勝狙えるなら狙った方がいいと思うな。次種目とか行ったら難しいと思うから。1名エンターテイメント、あいい感じや、なぜかあの着順掲示板見てなかったけど影響出てんな。ナイス味方、ありがとう。運が良かったな、これなんか相手が多分もともと3チームとか持ったってことやろうね。運で上がるのも大事ですからね、やっぱね、上がれたらいいから。なかなか上がらせてもらえへん世の中ですからね。よかった、ナイス。継承鳴らしましょうか。決勝戦バットラックですね。チーム全員が不運になると脱落ですね。最高か、王様の方が鬼、我々の逃げという形になりますが、どうしようかな。どっちかがもらうという戦法もあるもんな。もらってそれでまあポコン行くというのもありか、もう無限逃げかやな。これも判断難しいとこだよな。下手にもらいに行くのも怖いし、まあ、結果論やもんな、これな。俺がもらいに行って負けたらそれはそれで俺のせいやし、逃げ切って捕まえらない、捕まってもアウトっていうのがあるから、まあ、どっちにしろって感じやな。できれば道連れで捕まるべきやな。こう他の人間にこうなすりついた状態でこうやってやれば OK。 これでほら2人とも取れた状態でスタートやから、割と悪くないの。まずあなた、惜しい、猫の方狙おうかな。猫の方待て、おっと折り返してくるか、うまいな。そこを折り返し決めてくるか。これ素直に追いかけようか、素直に追いかけつつ、惜しい、おーっピータンちゃんが逃げてくれてる間に頑張ろう。届かないか、おっとロッキングメンバー、ふっアタックス、取ってないの今ので。これ折り返してくるぞ、この人性格読めてきた、 OK。 折り返しばっかりやから、それってやっぱ通常戦が出てくるからな。あとどこや、おらへんのな。あと1名の姿がないぞ。あ、おったあったあった、あの奥でメガネ待ってるわ。確保に向かいます、ジャンピングメンバー。さあ距離を詰めて、さあ王様確保よろしく。さあひなちゃん逃げの方頼むわ、我々王様と一緒に行くから。パンチングメンバー、オッケー、ナイス、しゃあオッケー、おおすごいすごい、3人同じバナーっていう、なんじゃこれ。ヒットパレード行きましょうか。トップ7名ですね、寝れる今ちょうどドーナツヨッテルさんと魔女の方ですね、よろしくお願いします。はいよ、さあ味方の手応えどうかといったところになるんですけどね。まあでもさっきのも勝ててますからね、自信はつきつつあるね。味方の方が初心者の方もやっぱ喜ばせてあげたらそれでいいと思うんで、あのジェリービーンズヒルゾーンとかね、そういう系来たら結構きついよな。フープループレジェンドとかさ、24点とか取らなあかんし、80点とかもな、ジェリービーンズヒルゾーンに関しては。さあ端から行っといて、そういうのが来なければやっぱ上がれるよな。おお、いいよ。さあ我々あと1名どこやろ、あ来てくれてる、よしみんな来てくれてるね。カウントウルーズトップ3名いきましょう、スタート。このドーナツ寄ってるさ、スカイラインスタンプのルール分かってなかったからな、頼むね。でもルール分かってそうやな、遊んでたんか。なんかレース系さ、俺らが上手かったら遊ぼうとおるからね、あの初心者の方が遊んでるか分からへんのな。バナナ、バナナしかないね。どこやろ、あと1個何だか分からへんかった。あ、どうか、あ、バナナやな、3やから、あ、もうバナナの外さ、誰か落ちるか、いけた、落ちないで、落ちるか、おーっと取れた、今の味方すげえ、よう間に合ったな。さあ1人に立ってみて、ナイス、あ、着の掲示板影響出てる、頑張ろう。さあ特大フルーツ上から振ってきて、バナナがどっちやろ、赤かな、バナナ3で合ってる、バナナ赤チョコで321かな。あ、バナナ上から降ってきた、上飛んでたんや、ってことは4か、バナナが4だ、で赤チョコや、今だ、スキャルト見ていいでしょう。あー惜しいな、早かったか。バナナが4、これ居座ろう、居座って、バナナがバナナやぞ、みんなさあみんな落ちろ、 OK、 猫すぎった、猫すぎった、これなら多分大丈夫やで。お味方もろとも落としてしまえば大丈夫なはず、着順掲示板も安心プランでしょう、ナイスですね。ラストがバナナ、バナナほら結構天空舞ってるもんな、すごいすごい。冒険行ってみようかな、風に乗るとかあったよな。
ふー、さあこれでこっから誕生するスタイル。バナナなしとかチョコやね。バナナなしチョコ、バナナなしチョコ、バナナなしチョコ、どうでしょうか、発表です。これはどっち行こうかな、なし行こうかな、なし行こう。おお、いいですね。さっきから我々ね、雪玉サバイバル結構上がってんのな。ありがたい、逆に雪玉サバイバルがいいのかもしれへんな。みんな切断せえへんからさ、ちゃんと真面目にやってくれるから、初心者の方でも。だからその実力が出にくいというかね、ハンティング系来たら危ないところやけど、おるだけで上がれるステージが来てくれてるから、結構ねこの雪玉は我々強いのよ。さあ頑張ろうな、味方の方。 1G も落ちるから誰かスマイル落とすべきやな。いけ、あ硬い、落とそうと思ったけどめっちゃ硬かった。危ない、こっち来るぞ、ボール、ナイス、よくかわした。んで、お、一人落ちろ、落ちないでいく。いやー、初手の落ちてきたら負けやもんな。初手落ち合戦です。誰も落ちない、クマの肩、金町の肩、大相撲か、金町の肩落ちた。あ、もう一人誰か落ちた、危ない、え、俺も落ちた。さあどうだ、残ってくれ味方、頼む。さあジャッジはどうか、1位判定かどうか。ナイス、耐えろ味方、足曲がった、よかった、押し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 、あ、1点差や、すげえ、2位と3位が1点差、どうか。決勝戦、ペンギンあり、ボールボールですね、ピンポンピンポーン。さあじゃあ俺が無失点で抑えるわ、無失点であれば負けることはないから。でも初手のボールなんかいけそうやけど、奥側、まあいいわ、一旦下がるわ俺、無理したら危ないもんね。とりあえず失点しないようにいきます。ペンギン団長のシュート、よっしゃ、ナイス、入ったんじゃん、オッケーオッケー、もう一個のボールでみんな釣られとったから、うわ来たな、させるか、よっと返していく、よし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 、さあ来いよ、あ味方がそれいけるか、頼む、ヒーダンちゃん前行ってもらって、俺一応両方のボール見ながらやな、ナイス、そこらへんね、打ち勝ってもらえばだいぶ楽になるから。いやー返してくるか、どうだ、ヒーダンちゃんそれ運んでもらって、友達の方俺に任せてくれてもいいで、それパンチメンバー、あやばい、ゆるゆるショットなっちゃった、まずい、危ない危ない、下がろ下がろ、ゆるゆるショット危ないぞ。あ、これ味方の方何してんねん、ペンギン追いかけてんぞ、そんなにすればいいか、何してんねん、ペンギン関係ないからね。特大シュート、うわちょっとあんまり特大シュートじゃない方、今1点先制点がマジでかい、頑張れ、よしナイス、左が有利か、よしこっちに関しては俺が返そう、しっかりゴールに向けて高めのシュートいきます、よしナイス、いいよ、さあどうでしょうか、次のボールが今危ないな。お、あの方でもしくじって向こう側飛んでるからチャンスやな。でそういうアシストボールに関してはありがとうよーって言って返すだけやから大丈夫よ。よし味方のマジの方頑張ってんね。お、なんや、特大ホームラン、場外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 ホームラン、一つのボールに群がるようなサッカーしてくれてるんでね、相手に関しては。はい、これでカウンターいきなさい、うわーっとこっちはどうか、させない、おいしょ、なんとか体を張ったプレイング、素晴らしい、やりましたね、我々頑張ったな。さあこのバナーほんま今ねハロウィンのバナー流行ってますよね。ドアダッシュトップ8名いきましょうか。さあ今回はスキン的に強そうに見えるんですが、一人サボっとるのは大丈夫か、始まったことに気づいてなかったんか、キツネの方もなんかあれやな、ハゼルのドアに突撃してるからスキンではちょっと分からへんな。なかなかねスクワットショーってね、なんかぶっ飛んで強い味方来るっていうことがほんまに少ないもんな。なんかおおみたいな、俺より上手いすげえみたいなやつあんまり来おへんから、なんでなんでしょう、なんかそういう感じなんかな、そういう、だからそういうことやな、上手い人はソロショー行ってるからっていうことやな、わざわざスクワットをやるメリットがないっていう。味方に足引っ張られるぐらいやったらもうソロショーでさバコーンでクラウン1個もらった方がいいもん、ね、そういうことなんでしょうね、あんまりその吹っ飛んで強いやつがおらんっていうのは。行きましょう、ゴー、ウォールガイズです、ツクズンパンポンザボンピンポンピンポーン。さあトップ2名ね、これ2チーム落ちますからレース系やからね、これ厳しいのな、レース系は。味方力貸してくれ、頼むわ、ナイス、ヒータンちゃん壁ね、ヒータンちゃん壁作ってくれたから捕まっていこうかな、捕まってジャンピングメンバーで行きたいが、さすがにあれか、あんま勢いよくいけなかったな。さあどうしようかな、超絶頭貸ししたいが、ナイス頭貸し、素晴らしい、とりあえず俺トップ駆け抜けるわ、せーの、オッケー、とりあえず1位は取れたから、あとは、お、ちいちゃんも来た、え、まさか頭狩りしたんか、ナイスナイス、これいったでしょ、これはいったぞ、頑張れ味方の方々、キツネさんいけ、ノーヘッドか、悪魔の方よろしく、
さあどうか、1位36点突き抜けてるからね。我々も29点やから、悪魔の方ゴールしたらもう確定やな。生地切りやで、これ悪魔地の切りいけ。うわー、キツネの方どう、キツネの方、悪魔の方、オールガイズ苦手なんや。どうでしょう、手応えは。1位46点突き抜けてんねんけど。よし、締め切って、オッケー、この方で締め切りやね。頼むわ、どうぞ。はい、締め切り。決勝戦、立て祭るな危険スペース行きましょうか。せーの、ドレミファソファミレドン。相手ウォールガイズ独占してたからな、めっちゃ強いです。掴みかかってくると思うわ。チーミングメンバーやもんな、これも。みんなでチーム組んでる説まであるぐらいに強烈やからね。やばいな、真ん中の列車戦法とか。一応もう競りかけた方がいいね。競りかけてインゼリ。さあ、キツネの方エンターテインメント。この辺道連れられたら負けるからね、ほんまに。卵の方も強いの分かってるけど、いやーでも道連れられたらあかんのな。普通に11交換されるだけで危なくなるから、逃げろ逃げろ逃げろ。囲われた、危ねえ、やべ、落ちた。くー、全然道なかった、やばい。これはイーダちゃんもあれは道連れ覚悟で突っ込んでくるもんな。どうか掴んでくるよな。そう、掴み警戒しながら。そうやね、もうライン生切り行ってもらうしかないな。さあ、こっから相手遅くあるか、警戒していく。あー、囲いに来てんな、完全に。大学校、よし、ナイスナイス。でも味方同士で潰してる可能性あるからね、囲い失敗して。ナイスフェイント。そうやね、真ん中主軸でなんかうまいことずらかってて感じだな。逃げろ逃げろ逃げろ、ナイスナイスナイス、頑張れー。うわー、おナイス、よし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 。まず一人倒した。さあ、こっからターン、ナイスナイスナイス、ターン倒した。掴み気をつけてね、掴んでくると。切れ目の時に掴んでくるからね。ナイス、そしてあいつらやり合い、味方倒して。おっ、真ん中取ろう真ん中取ろう。そうそうそう、真ん中取って、頑張れ。おっしゃ、いけ、やった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 、やったー、じいちゃん。ここからはこの木の美容が実況させていただきますね。